こんにちは、三田浩介です。先日お伝えしました通り、タブレットのバッテリーの調子がずっと悪、まあずっとっていうか、まあここ最近悪かったんですけれども、ついに今日ちょっと、充電コード挿してても起動できない時が多かったり、まあやっと立ち上がってもその充電コード挿しっぱなしにしてても、まあ10分、20分で、なんか電池が切れて、電源が切れちゃったりとか、そういうことが起こるようになってきて、まあちょっと、普通に使える状態ではなくて、そのゲーム、音ゲーをする動画はちょっと撮れない状態にあるんですね。で、そのスマホで音ゲーをする様子だとか、ゲーセンで音ゲーをする様子っていうのは、まあ別にタブレットを使わないわけなんで、撮影はまあ本来できるわけなんですけれども、そのタブレットをまあ失った、まあ今使えないっていう状況に、ちょっとまあ自分でもそんなにショック受けるのかって思うぐらいちょっとショックを受けていて、まあその三田浩介チャンネルは、まあほとんど僕一人でやってきたチャンネルではあるんですけれども、僕としてはそのタブレットと、まあその相棒というか、まあ二人でやってきたっていうような感覚で、いるので、まあその相棒を失ってしまったかのような、相棒がまあなんか、なんていうんですかね、入院してるっていうんですかね、まあ死の、生死の境をさまよってる状態みたいな、そういう感覚があるんですね。で、まあちょっと、それが、ちょっときついので、まあそのバッテリー買い替えて、まあ元気になったら、まあその復活しようと思いますし、まあバッテリー来て、まあ復活、そのタブレットが復活できなくても、まあその場合はもう本当に割り切って新しいタブレットを買って、続けたいと思いますので、なのでちょっとタブレットを元気になるまでか、タブレットを買い替えるまではちょっと動画をお休みさせていただきたいなと思います。1週間ぐらいか2週間ぐらいか、まあどのぐらいになるかわからないですし、まあ、バッテリーがちょっと最速で明後日ぐらいに届くと思うんで、そうですね。最速で、まあ明後日もしかしたらもう復活できるっていうような状態になるかもしれないんですけれども、まあ、そうですね。2日から2週間ぐらいの、まあ、ちょっとどれぐらいになるかわからないですけど、それぐらい休まさせていただきたいと思います。まあちょっと打足というか言い訳っぽくもなるんですけれども、ちょっとその本業の方でも大きな仕事が入ったりとか、あとちょっと副業でやってる塾講師の、方がその夏季講習の時期に入ってちょっと忙しいっていうのもありまして、まあちょっと休暇を取るのもいい機会なのかなっていうふうに、思ったので、まあ、休まさせていただきます。必ず戻ってきます。絶対2週間以内には戻ってきますし、まあ、その、そうですね、1日1本、平均1日1本のペース守れなかったら、そのプレゼント企画っていうのも、ちょっと今回だけは申し訳ないんですけれども、休まさせていただきたいので、ちょっと今回はなしにさせていただきたいと思います。必ず戻ってきますし、もうできれば元気になったこいつと帰っていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。